来たか。ちゃんと休めたか。オイラはよく眠れなかったぜ。今日やることを考えてたら緊張しちゃって、夜が明ける頃になってようやく眠れたんだ。お前はどうなんだ、アルハイゼン。前日の夜の休息も計画の一部としてみなしている。それに体力も重要な資源だ。当然俺はしっかりと休んだ。お前、自分が冷静だってことを自慢したいだけだろ。計画を実行する前に緊張感をほぐすのも重要なことだからな。ただ人をおちょくってるだけじゃんかよ。緊張なんてほぐれてないぞ。まあいい。それより俺たちがこれからやることについてもう一度説明は必要か。俺たちの目標は大賢者アザールの執務室だ。その執務室には歴代の大賢者だけが利用できる操作台がある。これは教令院内部の人間なら誰もが知っていることだ。あまたの機密指令や操作がそれにより行われ、中にはクラクサナリデビの解放に関する命令もあるだろう。そういえばずっと聞きたかったんだけど、賢者たちはどんな技術を使って神を閉じ込めたんだ？当然だが、学者たちの力だけでは無理だ。だがスラサタンナ聖書の中には、もともとマハールッカ・デバータが単独で瞑想するときに使っていた外界と遮断するための装置がある。そして500年前の大賢者がその装置を改造し、内部から操作できないようにした。つまり神の技術で神を閉じ込めたというわけだ。それでどうやってその大賢者の執務室に近づくつもりだ？今日はジュニアナ・ガルバの日だ。教令院にとって最も重要な日と言っても過言ではない。ここ最近の教令院の研究成果や法令などを缶詰知識の形でアーカー社に記録するんだ。故に賢者たちと教令院の中核メンバーたちは準備に追われている。各学派の学者たちは多忙を極め、教令院に出入りする人も格段に複雑になっているだろう。つまり紛れ込んで潜入するには絶好の機会と言える。大賢者が執務室から離れ、自ら缶詰知識の記録を監督に行くとき、操作台で送信を解放するチャンスが訪れるはずだ。当然だ。何せこれは表の計画だからな。過去の経験からしてこの時間帯ならすでに教令院がジュニアナ・ガルバの日の準備を開始しているはずだ。神を救うために集まったみんなもそれぞれ位置についたはずだ。オイラたちが先陣を切ろうぜ。ああ、行こう。オイラたち、このまま正門から堂々と入って大丈夫なのか？そうだ、こそこそする必要があるか。何も言い返せない。まあ、もし何かあったらアルハイゼンに任せるからな。